はい、どうもはい、楽しみしご飯の時間ですよ。今日はですね、こちらでございます。これはもともとはもともとはあったかいので食べるうどん、冷凍のうどん、あったかくて食べるやつを冷やしにしたものにランチョンミート天才味付けたもやきのっけたものでございます。いただきます。ありがとうございます。その前にこちらです。いただきです。これね、もうね、炊いてる時点ですごい匂いしたね。乾杯。ああ、欲しい。キノコも入って、野菜もこうやって入って、豚肉もちょっと入ってるわけですよ。いただきます。優秀だわ。おいしい。これ冬のうちであったかくして食べても美味しかっただろうな。非常に。で、このランチョンミート美味しいんだな。ドン・キホーテで買ったこのランチョンミート、すごい美味しいんだけど、開けづらいっていうか出しづらくて、そこだけが改善ポイントだなと思ったんですよ。でもやっぱ美味しいからもう一個くらい買おうかなと思って、この間やった時に見たんだけど、もうなかったです。もう売ってなかった。残念ながら。スペイン産のね、ランチョンミート、はい、今日も最高だ。やっぱね、噛んで飲むとね、ゲップが出やすいんですよ。これは間違いない。だってお店でジョッキで飲んでる時とか、そんな出ないもんね。出ないっていうか、したくならないからね。そこもこんなにまで、この飲み口の問題なんだろうね。飲み口と、あと僕の飲み方よ。だから空気も一緒に飲んじゃってるってことでしょ。あ、もう完全に。仙人は霞を食べてね、生きるって言いますよ。霞っていうのは何だい、霧みたいなもんですか。もや、そういう感じかな、やっぱな。実際にいるんだろうな、
仙人な。言い方おかしいな。いたんだろうね、そういう人が。雪山一本角とかね、ユニコーン、ああいうのとかいたのかもしれないね。まあ何かの見間違いとかそういうのもあるんでしょうけど、全部が全部ね伝説格空想的なものじゃないでしょ。何かしらはいたんだろう。そう思いますよ。僕はね、勝手にそう思ってます。で、こっから出す、このぐらいにして、こんぐらいにします。で、もいおとちゃん醤油にも合うって書いてたから、この麺つゆにも合うでしょ。これね、あんまりたっぷりやるとね、辛いんだ。たっぷりすぎると辛いっていうのも覚えましたから、僕は。これでいってみようか。で、難しいのはこれ、こっから。難しいのはこっからですよ。ほい、慣れてきました。こうなります。それランチョミートに合うよ。当たり前。やっぱ気に入った。気に入ったわ。ほんとこのソース美味しいわ。あー、ほんとだ。麺つゆともおかしくない。あ、いや悪くないよ、おかしくないよ、美味しいよ。まあもちろん好みでしょうけど、いいな。唐辛子の、青唐辛子の辛み、レモンの酸味、非常にいいな。これもっと流行ってもいいな、これ。爆発的に流行ってもおかしくないな。まずいぞ、まずいぞ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。変なとこに入っちゃいました、ごめんなさい。危なかった、危なかったっていうか、もう完全にアウトでした、ごめんなさい。
途中ハプニングはありましたけれども、本来はあったかくして汁で食べる冷凍のうどんと、スペイン産のランチョンミート、ドンキホーテで買ったやつと、モヨットちゃん天才たてたてあれ天才味付け卵焼き、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。おい、また明日。